アメリカのポンペオ国務長官が17日に中国外交トップの楊潔チ共産党政治局員と会談する方向で調整しているとロイター通信などが報じました。ポンペオ国務長官と楊潔チ共産党政治局員との会談は17日にハワイのアメリカ軍基地で行われ、議題は貿易問題や新型コロナウイルスへの対応、北朝鮮情勢などになる見通しだということです。トランプ政権が香港への国家安全法導入をめぐり中国批判を強めている中、会談で緊張緩和を探る狙いがあるとみられています。ただポンペオ国務長官は対中強硬派とされていて、会談が関係改善につながるかは不透明です。